CGS をご覧の皆様こんにちは神谷宗平です本日もじっくり学ぼう世界と日本の戦争史をお送りしていきたいと思います講師は山田先生です先生よろしくお願いしますよろしくお願いします,します、まあ、前回ですね、えー、日本がどんどんと、えー、まあ満州事変を起こしてですね、えー、戦争対戦へと引きずり込まれていく様子でその背景で動くコミンテルンの流れと いうのを教えていただいて非常にわかりやすく解説いただいたんですけども、まあ今日は第二次世界大戦始まっていくということで、でね、ヨーロッパの方の動きを中心に、ねはいはい、見ていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。世界大戦期の、えー、その後ということでいきたいと思います。はい、で日露戦争に始まり二つの世界大戦と大東亜戦争までの時代がまあ世界大戦期です。でこの時代はまあ近代から現代への移行期、まあ戦争を主軸とした。あ 見方としてはそう捉えるのが妥当ですねで前回は第一次世界大戦の終戦から第二次世界大戦開戦に至る間の世界の動きと戦争の発生のうちで1930年代に起きた主要な戦争について紹介しました、はい、で今回はシナ事変勃発から第二次世界大戦開戦までについてですね、はいはい、それでは時代を 見てままいりしょう、はい、1937年8月上海で2人の日本人将兵が射殺される事件が起こりました当時上海にはイギリスアメリカなど各国の疎開が設けられ居留民保護のため各国とも数千人の軍隊が常駐していました。 同年8月13日、上海事変が勃発します。12万人のの中国国民党軍が4000人の日本海軍陸戦隊を襲い、日本人居住区を包囲しましたで。日本は3万人の在留法人を保護するため、陸軍を逐次派遣しましたが、戦意が旺盛で、 近代化された蒋介石の軍隊に、えー、苦戦して三ヶ月後に平定するまでに四万の死傷者を出してしまいます。はい。えー、でこの上海事変で日本と戦った国民党軍はドイツ製の武器で武装した精鋭部隊でした。はい。ドイツ製ですからね。そうです。はい、ドイツは蒋介石に軍事顧問団を送り込んで。はい。 精鋭部隊を育成し、うん、上海周辺の、えー、陣地線構築を指導しで日本軍に大損害を与えることでシナ事変への拡大をししました。はい、同時に介石に戦車や消火器などの武器を売り、えー、売り込んでボロ儲けしていたんですね。はいはい 同年8月30日中華民国政府は日本の行動が不戦条約および9か国条約に違反していると国際連盟に通告し措置を取るように提訴します、うん、えこれを受けて、まあ、コミンテルンの影響下にあったアメリカ大統領ルーズベルトは、はい、10月5日日本を無秩序という疫病と表現して、はい これを利確すべきであると演説しました、はい、でその後アメリカはこれを根拠に必要に日本に対する経済制裁を続けていくことになります、はい、一方でコノエコミンテルン内閣の日本はま日本軍をシナ大陸に引き込んでそこを武器の市場にしていたドイツからの要望に応じて11月に日独威三国傍協協定を調印します、はい これ普通の人はわからないですよね。<laughs> 中国に、まあ、しなにね、武器を売ってたそのドイツ。はいねまあ、黒幕と、日本国家がですね。はいはい、こ同盟を結ぶっていうですね。はい、もう、本当にスパイにやられたとしか思えないっていう、はい、そういうバカなことをやっちゃうわけですね。え、まあですね、えー。そうなんですが。まあ、戦線拡大に消極的な日本陸軍は。まあ、当初、まあ、精霊戦、まあ、この前、これより、この戦より前は、行くなという精霊戦。はい を設けて慎重に進撃していましたが、はい、それでもアメリカやイギリスは紹介石を積極的に援助し、はい、特にアメリカは、まあ、義勇兵を装った航空部隊有名ですね、うんはい、をフライングタイガー発見するようになります、うん、で、欧米列強の代理戦争を務める紹介石はえ空間と時間 空間をもって時間に変えるというですね。はい、まあ戦略。はい、これ持久戦略なんですが、うん、で日本を長期戦に引き込むことに成功します。はい。1938年1月、中華まあ要するに、えー、シナ駐在のドイツ大使のオスカー・トラウトマンが、うん、仲介しての和平交渉が試みられました。これをトラウトマン工作と言います。はい。 で当然のことながら紹介石の国民政府はこの和平,和平案提示に応じませんでしたのでコミンテルに操られていた近衛首相は事後、国民政府を相手とせずと交渉打ち切りの声明を発表し、はい、自ら和平への道を閉ざします。 同年5月近衛内閣の日本では政府が議会の同意なしに物資や労働力を動員できる国家総動員法を成立させ、はい、シナ事変の長期化に備えます、うん、また日本からの要請によりドイツは、まあ、この時ですね軍事顧問団をナから引き上げるんです、はいね、日本がやめてくれとそういうことは分かってたんですねこの内閣の職託で 朝日新聞記者の尾崎穂津美は、はい、ソ連防衛のため日本をシナ大陸に引き入れようとして、まあ、日中和平否定論を強く唱えていました、はい、で、尾崎はソ,ラソ連のスパイであるドイツ大使館員リヒアルドゾルゲと、はい、綿密に連携して活動しましたね、うん、で、彼らの工作の狙いは、まあ、シナ事変を長期化し、うん、さらに日本の北進を阻止して、はい、ドイツとの 東西からの撃要するにソ連にとって一番怖かったのはドイツと日本の東西からの攻撃ですから1938年7月に起きたチョウコホ事件は、はい、国境不確定地帯である満州国東南端のチョウコホ頂上に、まあ、日本の現地軍が兵力を配置しなかったことから、はい、ソ連軍の侵攻を招いたものです。はい で、ソ連は日本軍の戦力を威力偵察するため、この行動に出ましたが、日本は万祖国境防衛のために応戦し、うん、ソ連側が日本を上回る損害を出しました。はい、まあ、しかし、政府がですね。不拡大方針を掲げて、現地軍の行動に干渉し、うん、結局勝敗がつかずに終わりました。はい、1939年1月近衛内閣は？ 日本を一党独裁体制にしようと試みたことが問題化して、内閣総辞職しました。はいうん、同年3月、ドイツ軍はチェコに侵入し、まあ、チェコ・スロバキアを解体して、スロバキアをドイツの保護国にします。はい、同じく1939年5月に起きたノモンハン事件は、うん、モンゴルと満州国の国境線の認識の相違、えー、から起きたあ国境紛争です。はい でソ連は日本軍に一撃を与えてから欧州の情勢にしししようとしました、はい、で満州防衛のため応戦した日本軍は政府により戦力発揮を抑制されながらもあ、まあ、ソ連側に日本を上回る損害を与え、はいまあ、特に航空戦では日本軍が圧勝しましてタムスク空爆なんてって時、はい、の、ね、もう航空基地をボコボコにやっちゃったりしてるんですよ。はいうん もうこの時の将軍は、ね、もう二度と日本とは戦争したくないと <laughs> 戦後言ったというふうにンハン事件の最中である7月アメリカは日米通商公開条約の破棄を日本に通告してきましたで8月には独ソ不可侵条約が結ばれ、はい、時を同じくしてイギリスはポーランドと軍事同盟を結びます。うん、そして同年 9月1日、ドイツは西部ポーランドに侵攻して9月3日にイギリスとフランスがドイツに宣戦線布告こうして第二次世界大戦が始まりまりす。はい、9月17日にはソ連軍がポーランド東部に侵攻9月23日には、えー、ドイツとの密約に基づき、はい、両国でポーランドを分割しました。はい 第二次大、えー、戦開戦から三ヶ月後の十一月三十日、はい、ソフィン戦争が起きますね。はい、で、この戦争は独ソ不可侵条約によりドイツと勢力圏の再配置を密約したソ連があフィンランドに侵攻した全面戦争です。はい、で、フィンランド軍が国境付近でソ連軍を撃退してまあ独立を維持しました。はい、フィンランド軍が積雪寒冷地の戦闘でまあソ連軍に 圧勝したにもかかわらず、ノルウェーがですね。中立を保ったことで、連合国からの援軍が到着できずで、フィンランドは孤立して不利な講和条約を強いられ、うん、まあ、ソ連に今カレリア地方などをま活、あ、用することになります。はい、この1939年12月以降、アメリカの対日経済制裁が徐々に強化されていきます。 でまずはですね、モラルエンバーゴといってえ道義的な輸出禁止と、はい、してですね、うん、航空機、ガソリン製造設備、はい、それから、まあ、製造技術に関する利権え権利の輸出を停止するように日本に通知してきました。はいえ これから徐々に日本への締め付けがだん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 と起きてくるわけですが、はい、えこの続きはは次回とといいいたしまますすありがとうございます、まあこうね、ルーズベルトという人が大統領じゃなければ、はい、あ日本はアメリカとは戦争じゃなくてよかったんじゃないかとずっと僕は思っているんですけれども、はい、まあ本当に、ね、日本はコミンテルンにうまいことやられてじゃないですね中国大陸の方にどんどん引きずり込まれていく。はいはい ドイツとの外交もお粗末そしてソ連の方のノモンハンでも中途半端な状況である程度勝ってたのにですねそこで終わらされて今度はソ連とドイツが次回ですけどごちゃごちゃやり出してもう何をしているか全く分かってないという状況の中で戦争ににもう本当大東戦争に入っていくということになるんですね。ということで次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました